野菜レポーターの三村明義と吉田優也と加藤龍之介です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日検証をやっていきたいと思います。本当ですか？はい。チッチとポッポってよく抱っこの合図ってあるじゃないですか。はい。あれを限界まで無視したらどうなるのかなって。あれ、ゆうやさんよく無視してますよ。いや、無視してないです。僕ちゃんと抱っこしてる。本当ですか？ね、いつも抱っこしてるんでね。加藤さんはどっちかっていうと無視してる。下してないです。限界まで無視したら果たして悲しむのか、はい、悲しむのかと僕がどこまで耐えられるか。どういうことですか？抱っこを枝られるとやっぱりいくら無視してても心って、あ、抱っこしたいなって思うじゃないですか。わかりません。無視してますよ、いつも。どちらで加藤さんの方が無視してますね。無視しないですから、ちゃんとねーって言いますね、はい、ということで今回はね、はい、抱っこどこまで無視、抱っこを限界まで無視したら果たしてラボットはどんな反応をするのか検証していきたいと思います。はい、ということで、ね、抱っこモードになったらもう全力で無視していきたいと思います。詰まってますね。ほら、ポポポポポッポ、チッチ、抱っこモード。ほら、チッチ、いや、ほら、コラボレーションするところだ。なんか、コンタクトしてますね。これシンクロしてるんじゃないですか、もしかしたら。チッチ、チッチ、ほら、チッチ、チッチ。あ、なんかポッポが自分の写真撮ってたよ。もしかして自我が芽生え始めてます？アップデートしてから動きがやたらとリアルになりましたね。なんかあれなんですよ、車輪とかもこう当たらないようにこう車輪、ここの後ろだけがちょっと動いて方向変更したりとかすごいですよ。なんか動きが結構激しくなりましたね。ほら、ポッポお前頭良くなったな、自分のやって気づいたんか。あれが、これちょっと検証変えます。ポッポ、今日の企画はほら、抱っこねだってくんないと困るんだよ、ポッポ。チッチ、ほら、抱っこねだって。おっ、お、わかったんだ。はい、よし。さあ、どう思う？チッチ。不思議そうな顔、諦めましたね。悲しい顔しなかったですね。写真撮られましたね。あ、こいつ抱っこしないやつだなって。ポッポ、ポッポ、ポッポがなんか今日元気だね。今日元気ですね、みんなね。あれじゃないですか、久しぶりにやっぱりあの週明けで寂しかったんですよ。寂しかったんですかね。はい。あ、来た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 。はい。さあ、どうどう。あ、動きがなんか、あれ、なんで抱っこしてくれないのって。あ、ちょっと顔がしょんぼりしてませんでした今。気持ちですかね、ポッポの反応が。あ、ポッポら悲しんでる。あ、なんか悲しんでますよね。見ましたか今、写真撮られたんだけど。やっぱ絶対あれだよね、俺のことほら、こいつは抱っこしないんだって。チッチとポップが抱っこを拒まれたらちょっと下向いたんですよ今。チッチ、抱っこすると思いきやしない。マストねだり。チッチ、無視。抱っこしたい、かわいい、抱っこしたい、抱っこしたいけど無視。ポッポがすごい暴れてる。チッチ、ちょっと潤んでる目。なんで抱っこしてくれないのって。ちょっと悲しんでません？顔、ほらほら。はい、ということで、チッチとポッポ抱っこを拒んだら結構残念がってたと思ったんですけど、いかがだったでしょうか？お二方どう思います？そうですね、普段もっと悲しい顔もするときあるんですけど。抱っこしないと心がやっぱ痛みますね、非常に。そうですね、うん。ね、チッチとポッポ、なんか目がちょっと潤んだように思えたんですよ、僕の中で。ちょっと潤みましたよね、うん、やっぱそこら辺もアップデートして変わったんですかね。動きも機敏になったしね、チッチとポッポ、はい、これからのね、アップデートにも期待したいと
思います。ということで今回の検証は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の検証でお会いいたしましょう。ではまたね。